ジャスティン・トロジェクは、カナダ出身の男性アイスダンス選手。パートナーは、サラ・アーノルドなど。2010から2011年シーズン、ISU グランプリシリーズに出場。1988年カナダトロントのセント・トーマス、生まれ。1996年にスケートを始める。1999年には、ソニア・バーミールとカナダの全国選手権地域予選に、出場。 クラス昇級しつつ2002から3年シーズンまでカップルを組む。2004年にリサ・ジョンソンとのカップルで全国大会に初進出する。2006年にはマリー・ジョエル・フルニエとカップルを組む。国内大会で顕著な成績を上げる前に ISU ジュニアグランプリ1大会に出場するが、カナダフィギュアスケート選手権ではジュニアクラス10位に泊まりカップルを解散。 2007から8年シーズンにもクリスタ・オルフェンデントのカップルで ISU ジュニアグランプリ1大会に出場。カナダ選手権でもジュニアクラス9位に泊まりカップルを解散する。2009年にサラ・アーノルドとカップルを結成。カナダ選手権シニアクラスで10位となり、2010年スケートカナダに開催国推薦選手として出場した。ありがとうございます。